はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画はね、もうめちゃめちゃただただバカかつエロい漫画ですね。多分こういう漫画好きな人多いと思います。僕はね、結構ハマって最近ちょっとずつ読んでるんですけど、今日紹介する漫画はね、こちら。ブラック学校に勤めてしまった先生っていうね。もうニッチでしょ?このね、タイトルというか。受ける人にはめちゃめちゃ受けるだろうけど、受けるほとんどの人はあまり興味がないっていうね、まあ、言ったら黒ギャルっていうのをテーマに描いたちょいエロ漫画です。ちょいエロ?だいぶエロいけどね、ほぼエロ漫画です。めちゃめちゃもう黒ギャルっていうのはね、まあ、男はちょっと好きな人は好きだよねこれ、まあ今もう絶滅しかけてるけどさ。あとねちなみにこちらの漫画、宗龍さんというね作家さんが描いてます。こちらは以前紹介したこういうのがいいっていうね、今すごい流行ってる漫画があるんだけど、それと同じ作者さんですね。本当にね、エロっていうのを書かせたらね、めちゃめちゃ面白いです。まあ、簡単にあらすじをね、紹介しましょう。最高に最強なギャルたちとの学校生活スタートっていうね、高校教師の今田貞道っていうのは女子校に赴任してきた。担当するクラスはなんとオンリー褐色ギャル。全員黒ギャル。しかも名簿を見ても、黒磯って名前が全員黒なんだよね。どんな学校だよって感じだけど、ね、でそんな中ね、一人の学生さんの黒井真理子っていうのに惚れられてしまって、ものすごいアプローチを受けるわけよね。欲望に純粋な彼女たちのド直球ラブアタックに翻弄される先生ライフが始まった物語のあらすじですね。まあ本当にね、黒ギャル、まあ、ちょっとねエロくてっていうのがポイントなんだけど、そういう子たちが一生懸命この体を使ってアピールしてくるのをなんとか先生がかわしていくっていうラブコメですね。到底ね、画像とかはここで見せられないんで、よかったらね、ぜひ漫画の方を読んでチェックしてみてください。今日言えるのはここまでです。本当にエロすぎるんで以上になります。ちなみにね、こちらの漫画、まあ、多分一番いいのは、紙の本を買うのが一番かなと思いますけど、こちらのアプリでニコニコ漫画っていうので、10話ぐらいは無料で読めますんで、よかったらまずこちらでチェックしてもらって、このエロさ体験してみてください。めちゃめちゃおすすめです。まあね、本当にいる黒ギャルの人からしたら、これは風評被害だっていうのかもしれないけど、男から見たら黒ギャルってこういうイメージだよねっていうのを具現化したような作品になってます。そんなところかな。それではね、今回僕のこの話を聞いて、ブラック学校に勤めてしまった先生、読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。読んだよっていう人ね、下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。いやもう本当にね、バカ。これは本当にやばいね。